三道表参道の店長のヘリーと申します。よろしくお願いします。ネックスアサロンコールのディレクターの村田勝利です。よろしくお願いします。駅表参道代表の天童です。お願いします。車中渋谷本店の店長してます、勝利です。お願いします。はい、エレディアル代表のハンペンこと中村ゆきです。よろしくお願いします。表参道三井です。よろしくお願いします。で結構みんながなんかハンペンってバーバリーと金髪じゃんって言ってくれた見た目の特徴が、あのしっかりしてる人が意外といないよね最近みたいな話になってて、だからフェイスフレーミングしなよって次の日フェイスフレーミングしなよ例えばまあハンペンならもう誰もが思い浮かぶこの2人があって、グリコさんの江崎さん、うん、グリコさんの江崎さん2人出てきた今センターパーティー、ああ宮地さんもさ、そうそうそう、サングラスかけてて、俺なんか普通の格好してたからフェイスフレーミングした。なんかね、見た目とかにね、こうなんかもっとブランディングみたいな、もっと2人はね、おしゃれできるのよ普通。だってカラー剤使わないでしょ基本、もう俺たちなんか命がけの生活してるからえ、わかる？おしゃれとか俺わからんねんけど。俺もなんかあったかかったりでも見た目ブランディングし始める人がどんどん増えてきたら美容業界もっとなんか、高木さんとかも赤じゃん、もう、うん、確かに。ああいう人もっと増えたらね、なんかおしゃれな人ほど売れなくなっちゃったっていうのがあるじゃん。やっぱああそうやな、今真逆になってるやん、逆にね。ヘアだから売れなくて二つ結び大丈夫こっち低め低めななんかもう最近売り上げとかもなんかね、また違ってきたじゃん。なんか最近売り上げじゃないね、うん、やってることとかファッションとか、伊藤力さんとかもすごいよね。なんか四季の磯田さんもすごい髪白くしたりとかさ、なんか見た目ブランディングをなんか強めてきてる気もするし、俺らの世代もね、もっとなんか攻めたいよね見た目をね。じゃあ赤レンジャーみたいな、赤レンジャー、キレンジャー、キレンジャー、キじゃあ緑レンジャーね、肩パッター色じゃないでもなんか売り上げの話とかせんくない？絶対なんか一緒におってさ、マジせんくない？しなくなったかも。生産性とかそういう話はちょろっと出るぐらいで、あとマジないよね。だって売り上げの話しなあかんほどみんな売り上げに困ってないよ、うん、ああ確かに個人売り上げに気にしてないよな、気にしてないと。なんかやりたいこととか、うん、なんかその他を言ってるよ ね。だって売り上げ100万以内、100万以下ぐらいの時ってさ、なんか今月100万いくかもとかそういう話になるけど、うん、今もなんかもういいやんその辺は、うんうん、そうやね、ある程度基準はいくし、新しいこと何回やりたいみたいな話の方が多い、うん、どうやってやったのバレイヤージュみたいな、うん、普通に美容師としてなんか新しいヒントを得たいなみたいな会やから、売り上げはないな、ほんまに。なんか逆に楽しいよ、そっちの方が、うん、楽しい。楽しいことやりたすぎて、アロマセラピーの検定今取り出してる店が自由やから、うん、なんか好きなことやりって言ってくれるから、うん、あ、そうなんや、うん、何してもいいよ。だからもともとメニューにないやつとかも勝手にやったりとか、ああ、そうなんだ、勝手に、まあ、機材買って勝手にやって、なんか俺限定食うみたいな。で次の日知らずにパーって出勤したらいきなりデジパの機械はね。でもおのおの結構さ、なんか役職ついてるよねもうね、早くない26歳にしては。なんかもう役職も肩書きやからね、うんうんうん、だからその肩あの役職がないからって別に何もないし、こっちが代表やからって別に何もないと思うし、店長やからって特に何もないし、なんか普通に日頃やってることを当たり前にやって、そしたら肩書きがついてて店長やけど店長とかじゃなくてもやるよっていうのはあるよね。かっこいい。店長であっても店長じゃなくても多分責任感しっかり持ってる、うん、そうやな。でも全員そうやな、まあね、そうだね、確かに。店長になる人って店長じゃない時に店長のことしてるっていうもんね。あ、だから今自分たちがさやってることをやってくれる人を育てるターンって感じ今までの下はね。そうだよ、ね、今やね、アビル君がやってくれるようになったらみたいな、みたいな感じ。そう、ほんまにアビルは、まあ、自分成長したいから後輩育てんと自分も成長できんよ。個人のブランディングやったら、まあ今やったらその個人事業主になる人も多いやんっていう中でずっとチームサロンでおるっていうのは、うん、まあ、そういう理由やし、うん、なんか、ね、全国で
有名なヘギさんって出るより全国で有名なサンドって出た方がすごい楽しい。店長ケイケイスケ。でもめっちゃ売り上げ300、300いったの。いやでもすげえよな。それね。すごいよね。最初オープンの時30万だったからね。うん、10倍やん。10倍カメハメハ花。でもカメハメハって言って。10倍カメハメハ。今一瞬。美容師って仕事がみんな好きやからなんかこうめっちゃ頑張ってる。なんかそれが店のためになるためにって思ってるのがやっぱり自分のためになってるし、みんな。が今でもアシスタントの子とかはなんかその仕事美容師っていうものを選んでよかったなって思えるものを俺は提供していきたいなとは思う。だからその営業ソロマーク1日にとっても外部の仕事にとっても、あ、ここで働いたら他の美容師さんがこう味わえないいろんなことがあるんだとかって思ってもらいたいなと思ってやってるかなって感じ。技術的なことはね、上手い人いっぱいいるからさ、他を見に行ってって思うけど、俺らができないことは、うん、それでいいと思う。なんか閉鎖的にならないで、うん、言うのは、あ、そういっぱい遊んでみたいな、うん、いっぱい遊んでいろんなもの見て、だから美容師って楽しいじゃん、いろんな話できるじゃんっていうのがなんかあるかなって思う、うちの店。だから強いんやんな、きっと。練習せえって言わんでもないの。そう、うん、練習しろは言わない、全く、うん、まあ、ならすぐやって帰ればみたいな。店を出たからがもう仕事終わりっていうよりは、なんかそれの後の何時間がいつか仕事につながるかもしれないじゃん、うん、って思っていろんなとこ行きなみたいな、うん、かっこいい。わかんないけど、でもなんかやっぱ人のこと思って言ってるっていうのがすげえ伝わるから、うん、仕事終わって遊びに行くのが楽しいじゃん。で次の日の仕事が来るの楽しいじゃん。でまた夜遊びに行くじゃん。ずっと楽しいが続いてるから、なんか、あ、俺この幸せでいいのかなとか思うよ。さあ、トップを貼る前と貼ってみてから気づくことって全然違うなってすごい思ってて、もともと自分がいっぱい背中見せて教えなきゃみたいな、めっちゃ頑張ろうとしすぎてたんやけど、実際なんかそれこそさっき言ったちょっとケツ叩くようなこと言ったりしたけど、結局今売り上げ持ってるのって自分で見つけたテイストで、自分が研究した結果で、自分の技術で自分で読んでて、当てたの本人でみたいな。その事前準備と当てた後の俺こんなことしたいねんをすぐ叶えてあげれるような、なんていうのかな、根回しみたいなのができるトップが一番強いような気がして、うん、だから仕組み大事やんね。そうそうそう、そこを俺は今作ろうとしてて、お客さんからそのお客様からしっかり値段もらうために、なんか感覚がおかしくならんように、なんか毎月物みたいな感じでしっかり買って、でそれこそまあ、ここからすごいカルチャー受けてるから、やっぱり、まあ、韓国オスナーも韓国の、ものでしっかり揃えて、韓国で流行ってる韓国のアイドルとかが入ってたりするブランドをつけて、フィラとかもそれも、これも韓国の、なんか俺客単価おかしいのよ。なんぼ平均客単価2万6千とか7千とか。いやそう、ずっとそれで1日10人とか 何人でやってるとやっぱ麻痺してくるから、3万円払うってどんな感じやったっけみたいなのを思い出すために、ちょっといいご飯屋さん行ったりは徹底的にはしてるかな。いいお寿司から、ちゃんと仕事のためを思ってやってるってことか。そうそうそうっていう言い訳をしてる。アシスタントの子とかにもやっぱり一緒にそういうな、いいご飯屋さんとかを一緒に行くみたいなのを、まあ、よく連れてってくれてるから、それを下の子にもやってあげてるみたいな感じの曲、一緒にご飯行ったりとかでちょっときちっとしてきたりとか、やっと感覚がバグらんようになった、ね、お金ってなんだっけっていうのをちゃんと伝えるような気がする。大事やん。そういう目線で使ったことなかったかも。本当、なんかさアシスタント、俺らもそうやってるアシスタントの時ってさ、まあ、安いところに行くやん、やっぱお金ないから、うん、とか、なんかワンカンで済ませたりとかさ、で、自分のお金ではなかなか行けないけど、1人3万のご飯を先輩におごってもらうってやっぱ気が引けると思うし、それをあえてやって、なんか店員見たみたいな、店員さんのあの仕草、立ち振る舞い見たみたいな感じはやるかな。そうやね、高いとこ行ったらもうめっちゃいい接客を学べる、うん、そうそうそう、勉強しに行く感じ。俺なんかトイレとか見る、めっちゃ。あ、見る見る見る。なんか一周回るとさ、マウスウォッシュなくなるんだよね。マウスウォッシュ置いてるわ、うち。今、美容院に置いてあったらめっちゃいいけど、
本当にいいとこはなんかさあれなのでね、紙じゃないんだよね、捨てタオルみたいな、わかりますか、畳タオルみたいな、あの表参道のあのセリーヌのトイレ借りたことあるないよ、すごいよマジで、そうなんだ、ここに住みてえと思うぐらい、ちょっとね、でもいい接客とかさ、いいものを知るとさ、お店に行かせるよね、うん、贅沢より投資って感じ、うん、そうやな、うん、そうやな俺だけだ、趣味に使ってんの部屋しか買ってない、部屋が底辺も知ってるし、いいものも知ってる、そうだね、いや、美容師って多分、うん、なんか高級なお寿司も食べるし、うん、2日前のどん兵衛も食べる、一番落ち着くのがちょっと小汚い居酒屋が一番わかる、時間、睡眠時間ってとなんか俺取りすぎちゃってるなって最近思ってて、一番生産性ないやん、言ってしまえば睡眠時間って、うん、ないね、なんか寝た方が疲れ取れると思ったんだけど、なんかね、別に寝ても疲れあんま取れないから、分かる、うん、一緒やんな、寝たら不安になるし、なんかさ、楽しいことがその時間に起きてると思うと家帰れないの、ああ言ったら楽しいことがあるのに、なんで俺は帰らなきゃいけないんだろうって思うから、いつも家と違う方向に帰り道向かって違う方向、それはまあアホって言う自分の知らないところで楽しいことが起こってるのが許されへん、でもアホぐらいがちょうどいいよな、誘いは絶対断らんし、それは絶対、それは絶対、こうやって折れるのもさ、なんかタイミングめっちゃ良かったやん、うん、折れるの代って、94年ってインスタが、うん、美容師としてそのデビューした頃にインスタがちょうどこういう集客に大切ってなった時にちょうどこうさ、うん、クロスした時期でさ、俺らが多分2年前に生まれとったら多分こういう感じになってないやん、違うね、インスタがすげえ生まれたっていう時にさ、こうちょうどこうなってこうなってバーンってなって、今メンバーでちょっとアンテナ張ってで東京まで来とってっていうタイミングで全て重なって、で各自さすげえお客さんもたくさん来てくれるとか、まあ、すぐサロンに就職できるとかで、ちょうどこのタイミングだったけど、まあ、結構ラッキー集団や、うん、って思うじゃん、うん、多分みんながやってる時より俺もっと前からずっとやってるから思うけど、別にもっと前もやってた人たちいたよ、全然、ほんまに、そうでもなんかうまいことさ重なってるやん、うん、俺たちの前にインスタバズった人たちってなんかお客さん目線でバズってないんだよね、あなんか美容師目線とかでバズってて、でも一過性で終わるからちょっとバズっても終了なんだけど、俺ら世代のバズり方ってなんかお客さん目線の投稿でバズってるからなんか終わらない、バズり続けるっていうかお客さんも付き続けるから、なんかそこ絶対ブレてないやんか、もはやバズじゃないよね、そうバズじゃない、うん、そう当たり前の行動というか、そこはもう絶対ブラスない軸としてあるやんか、だから俺ら世代の前なんてホットペッパーで当たればみたいな、当たればっていうのみんなスタイル当てようよみたいな、もうね宝くじみたいな感じじゃあ当たってさ、なんかホットペッパー上位ってさ落ちたらもう終わりなんだし、新規来ないみたいな、なんか俺らの世代の違うのはなんか狙って売れに行った世代、そう、ね、うんうん、確かに、うん、これって分かってながら行ってる感覚はあったよね、うん、これで売れるっていうところに集中的にやってみたいな、なんか目標立てるっていうか、読む能力がない人はね、やっぱ業務委託っぽいブランドもあった方が良かったりとかね、そう21時から撮り始めて23時に終わる予定だったと思うんですよ、もう1時なんですよ、それぐらい盛り上がっちゃう職業って美容師しかなくないみたいな、うん。